平家女子島は、近松門左衛門作の人形浄瑠璃。平家物語やの年広を題材にしたもので、教法4年の8月12日に大阪竹本座にて初演。その後まもなく、歌舞伎にも映されている。二段目切りの、機械が島の段が有名で、現在では主にこの段が、年広の通称で上演される。太字は、機械が島の段に登場する人物。 シシガタニの陰謀を企て平家天覆を企んだ、春閣、成常安ネ、ヤの三人は、機械ヶ島に流され早三年。彼らの流罪には、景気がなく、死ぬまでこの島にいなければならなかった。食べるあてもなく、たまに来る九州からの船に用を売ったり、海藻を食べたりして、食をつないでいた。物語は、この地に住む天地鳥と結婚することを成常が、 打ち明けるところから始まる。島に来て、以来の絶望的な状況の中起こった、数少ない幸福な出来事を喜び合う三人と千鳥。そして形ばかりのことながら、成常と千鳥は、春閣と安よりの前で終焉の逆付きを交わすのだった。するとそこへ、大きな船が島を目指してやってくるのが見える。何事かと皆は驚くがそれは、とからの船であった。 船が浜辺に着くと、中から上司の瀬尾が降りてくる。瀬尾は彼らの流罪が恩赦されたことを伝える。県令門院が解任したため、平野清盛が恩赦を出したのだ。夢かと喜び合う三人だったが、瀬尾が読み上げる斜面状の中になぜか春閣の名前だけない。春閣は斜面状を手に取り何度も内容を確認するが、やはり自分の名前だけが見当たらない。 春閣は清盛から目をかけられていたにもかかわらず、裏切ったので、清盛の春閣に対する恨みは深く、それゆえ、年広だけが恩赦を受けられなかったのだ。背負わずを肉肉しげに年広に伝えた。喜びの後の、突然の暗転に打ちひしがれて春閣は泣き叫ぶ。だがそこへもう一人の上司である元康が船から降りて、来て、春閣にも斜面上が降りたことを伝える。 瞬角にだけ恩赦が与えられないのを見かねた、平野重森が、別個に年広にも斜面上を書いていたのだ。これで皆が帰れる。そう安堵して三人が船に乗り込み、千鳥がそれに続こうとすると、瀬尾がそれを止める。瀬尾が、またも肉肉茂に言うには、重森の斜面上に、三人を船に乗せると書いてある。以上、四人目に当たる千鳥は、乗せることはできないというのだ。 再び嘆き合う三人と千鳥に、瀬尾が追い打ちをかける。瀬尾が言うには、春閣が流されている間に、清盛の命により春閣の妻のあずまやが殺されて、しまったのだ。しかも、あずまやを切り捨てたのは、瀬尾であるという。とで妻と再び暮らす、そんな夢さえも打ち砕かれた春閣は、絶望に打ちひしがれる。 妻のナイトにもはや何の未練もなくなった春閣は、自分は島に残るから、代わりに千鳥を船に乗せてやるよう瀬尾に訴える。しかし瀬尾はこれを拒絶し、春閣を罵倒する。思い詰めた春閣は、瀬尾の刺していた刀を奪って、瀬尾を切り殺す。そして、瀬尾を殺した罪により自分はここに泊まるから、代わりに千鳥を船に乗せるよう、元康に頼む。こうして、 千鳥の乗船が叶い、年広の実を残して、船が出発する。しかしいざ船が動き出すと、瞬閣は、言い知れぬ、孤独感に苛なまれ、反響乱になる。船の手綱を手繰り寄せ、船を止めようとするが、無情にも船は遠ざかる。孤独への不安と絶望に叫び出し、船を追うが波に阻まれる。船が見えなくなるまで、船に声をかけ続けるが、声が届かなくなると、 なおも諦めずに、岩山へと登り、船の行方を追い続ける。ついに船が見えなくなる。そして、春閣の絶望的な叫びと共に幕となる。年広は、平家物語牧野のん足ずりを題材にしているが、内容的には、大幅な創作が加えられている。最後に春閣の実が島に残るという結末は、平家物語でも、 年広でも同じだが、平家物語のこの場面には、千鳥も瀬尾も登場しないし、重森の斜面上も登場しない。平家物語では元康が清森の斜面上を淡々と読み上げた後、年広の身を残して船を出す。春閣は子供のように足ずりして、涙ながらに船を止めようとするが、無情にも船は消えてしまう。この、 足ずりの場面では、春閣は、いやおうなしに島に残ることになってしまっており、滅びの文学である、平家物語らしく、運命に翻弄される、春閣の弱さが強調されている。一方、年広では、春閣は、自らの意志により人を殺してまでも島に残っており、両者の春閣像に大きな差があると言える。ありがとうございます。